高齢線っていうのが年齢に関係なく言葉のストッパーになってたっていうのがもうすごい衝撃的で、高齢線イコール老化の象徴みたいなところしかやっぱり感じられなかったけど、 そうじゃなくてそんなにこう高齢線だけでそんなになんか深い意味があったのかっていうのが本当になんかびっくり。人ってすごいいろんな捉え方っていうのがあるから、やっぱその目尻のシワだったりその口のこういうところが衝動性があってそれが本当に自分の本能のな欲求に従って生きればいいんだっていうところにつながってるっていう見方なんて全くできなかったから全部自分 自分のコンプレックスなところがすごくいいところとして現れてったっていうのを教えてもらって自分のことをより大切にしていきたいなと思うし自分の中には自分のことを好きになれる要素っていうのがすごくたくさん詰まってるんだなと思って私もこういうのを知っておくっていうの興味がある。